当楽しかったね。こんなにアトラクション回れると思わなかったな。どこも並ばないで入れたからびっくりしちゃった。さすがテニランマスターの小羽ちゃんだね。 M ちゃんと草薙さんが混み具合を教えてくれたおかげだよ。でも私のプランで喜んでもらえて嬉しいな。あ、みんなのお気に入りのアトラクション聞きたいかも。いちかちゃんはどれが楽しかった？フェニー君のドリーミングナイツとか可愛くて好きだな。フェニー君の世界にたっぷり浸れてなんだか幸せな気持ちになれたよ。わかるよ。私はフェニックスコースターが楽しかったな。ああ、一番人気のジェットコースターだよね。怖すぎて私といちかちゃんはお留守番してたけど。でもコースターのてっぺんで撮ってもらった写真良かったよ。大鳥さんとはるかがすごい笑顔で写ってたね。写真を撮ってもらえるサービスがあるのは聞いてたけど、あのコースターのてっぺんであの笑顔ができるのはすごいな。だってワクワクワンダホイなコースターだもん。うん、もう一回乗りたいくらい。あ、そういえばあのアトラクションも。ん？どうしたの？ケーキを持った店員さんがこっち見てるような。誕生日おめでとう。サプライズ大成功だね。こんなことまで用意してくれてたんだ。ケーキが出ないまま終われないでしょ。バースデーサービスをしてるお店があるって M ちゃんと草薙さんに教えてもらったの。みんな、ありがとう。びっくりしたけど、すごく嬉しいよ。おー、今日一番のいっちゃんの笑顔、いただきました。喜んでもらえてよかった。ありがとうございます。いちかちゃんは大きいやつもらってね。私のイチゴもいちかちゃんにあげるね。今回の主役だし。え、いいの？ありがとう。おいしそうだね。それじゃあケーキを食べたら帰る準備しよっか。もうすぐ暗くなりそうだし。時間が経つのはあっという間だね。今日は楽しかったから余計にそう感じるかも。うん。あ、帰る前に寄りたいところがあるんだけど、いいかな？今日の主役のご希望とあれば。でも、大体見て回ったけど、どこ行きたいの？お土産、ちょっと見ていきたくて。ミク、みんな。ん？あれ？ん？うん、最高の一日だったよ。一年分ぐらい遊んじゃった気がする。そうね。用事といえば用事だけど、実はみんなに渡したいものがあって。じゃじゃーん、みんなにお土産持ってきたよ。フェニラン名物の
ペニーくんのおまんじゅうだよ。あとクッキーとかキャンディーもいろいろあるんだ。定番のお土産だけど結構おいしいんだよね。たくさんあるからみんなで食べようよ。わあ。お礼ならいっちゃんにね。みんなにお土産買っていこうって言ってくれたのいちかちゃんだもんね。今日は本当に楽しかったから、みんなにも楽しい気持ちお裾分けしようと思って。ありがとう。ちょうどいい？でも、みんな驚かせようと思ってたらこっちが驚かされちゃったな。本当にありがとう。誕生日おめでとう、いつかちゃん。誕生日おめでとう。みんなでフェニラン楽しかったね。いちかちゃんのお祝いのフェニランだったけど、私にとっても素敵な思い出ができちゃった。わかる、わかるよ、こはねちゃん。いろんな味のチュロス、みんなで食べ比べしたり、お揃いのグッズ買っちゃったり、楽しかったよね。また行けたらいいね。みんな、まだまだ遊び足りないって感じだったから。次は夜のイベントも、いちかちゃんたちと一緒に見たいな。パレードもすっごく綺麗だから、みんなで見たら楽しいよ。うんうん、誕生日のお祝いじゃなくても、みんなで遊びに行きたいね。早速フェニランマスターに、次の楽しいプラン、お願いしちゃおうかな。いちか、誕生日おめでとう。さっきたちとフェニックスワンダーランドを満喫したそうだな。みんな、仲睦まじくて何よりだ。俺も嬉しいぞ。いちかちゃん、改めて誕生日おめでとう。星野さんのお祝い一緒にできてよかったよ。今度また遊びに行こうね。いちかちゃん、誕生日おめでとう。フェニランで誕生日会なんて素敵ね。みのりもはるかも楽しそうに話してたわ。しーちゃんは詳しく教えてくれなかったけど、顔から楽しい気持ちが溢れてたわ。でもまだまだ満足するのは早いわよ。次、学校で会うのも楽しみにしててね。星野さん、誕生日おめでとう。誕生日はフェニランで過ごしたんだよね。バースデーフェニランってこと？っていうのかな。望月さんが写真を見せてくれたんだけど、笑顔の星野さんがたくさん写ってたんだ。そうなんだ。おめでとう、いちかちゃん。誕生日を遊園地でなんて青春って感じだな。今度その話詳しく聞かせてね。楽しい時間を過ごせたんだろうね。いい誕生日になったみたいでよかったよ。私からも誕生日おめでとう、星野さん。改めて、いちかちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。さっきの思いつきで始まった誕生日会だったけど、フェニランでするのも結構悪くなかったね。でしょでしょ。いっちゃんもすっごく楽しんでくれたし、コハネがすごい勢いでいちかの写真撮ってたのも面白かったな。プロの技って感じだったよね。そうだ、コハネちゃんが写真たくさん撮ってくれたから、後でプリントしてアルバム作ろうよ。それならミクちゃんたちにも手伝ってもらおうか。いちかちゃんに楽しかった思い出、写真を見ながら話してもらおうよ。みんな、お祝いしてくれてありがとう。今日は本当に楽しかったな。今までで一番フェニランを楽しんじゃった気がする。あ
あんなにいろんな人からお祝いしてもらうのもなかなかないし、ちょっと恥ずかしかったけど、でもすごく嬉しかったな。おかげでこれからもっと頑張れそうだよ。みんなも応援しててくれると嬉しいな。